はい。皆さん、こんにちは。ワナレグルイジです。では、今回は、銀河流伝説 4EX、ミラーでのプレイ続きをやっていきましょう。前回はですね、同盟領侵攻作戦ということで、このケルミ星系まで艦隊を進めました。で、今回はその続きになるんですが、まずミラーはね、一度、だいぶ艦隊が消耗してきているというのもありますので、ミラー艦隊は一度、オーディンへ帰還ということになります。で、その他の艦隊なんですが、まず、ロイエンタール、第3艦隊のロイエンタール。で、さらに、シャフト、ランズベルク、両艦隊。これをですね、ケルム星系へと派遣をしておきましょう。ロイエンタールに、シャフト、ランズベルク、両艦隊を出そうと思いましたが、今、ケンプ、ラインハルト、ミッドマイヤー、これらの艦隊がケルミ星系に向かっているようなので、一旦こっちしましょう。では、時間を進めていきます。バランティア星系で敵艦隊。ここ、パエッタ・シュトレか。味方はシャフト・ランズベルク。とても勝てるとは思えないけど。ケルミ星系でも敵艦隊だな。確認します。グリーンヒル、ウラン、フ両艦隊。ということは、バーラトには敵艦隊は1個だけだな。これ、今バーラトに攻め込めば、なんか、戦争が終わりそうな気がするんですけど。いやー、シャムシードにさ、ミラー出すとかやめてよ。一回ミラーはもう返さないとさ。シャムシード星系へのミラーの出撃を取りやめてもらいたい。ケルム星系の戦いは勝ったわけだな。このまま一度、何としても、ミラーは、バーラトに、オーディンに帰還しましょう。な、シャムシードにまたか。いや、ほんとやめてほしいよ。このままシャムシード星系にミラーが向かっても、何もいいことはないですからね。ちなみに、敵の艦隊がどうなってるかというと、グルスリーは、さっきの戦いで、死んでますね。元帥に昇進すると同時に死亡。ミッターマイヤーがケルムに到着ですね。ケンプもケルムに到着です。お、キスリングが準将に昇進ですね。ベルゲングリューンも少将に昇進。マリンドルフも大佐へ。初心。
ミラーは上級大将への道は遠かったな。では艦隊の補充を行っていきましょう。ミラー艦隊でーす。まず攻撃空母がもうない、残念ながら。であればちょっと巡洋艦で数を揃えるしかないかな。で、あとはちょっとここにオーディンに攻撃空母を作るための提案を行いましょう。うわ、拒否されたよ。マジか。空母が欲しいんです。今。なんとか攻撃空母が欲しかったんですが。それを作らせてくれないで。では、消火隊。軍事作戦でケリム星系に発光艦隊を投入。これも拒否かい。となると、艦隊出撃を調整しましょう。今、ロイエンタール、ミタマヤ、ラインハルト、アイゼナッハ。ケンプを蹴落とすかな。そうするといつもの通り。で、代わりに、ちょっと待ってね。その前に一応、艦隊が回復してるかどうかだけ確認します。攻撃空母が変わるから大丈夫だね。では、艦隊出撃していきましょう。ケリム星系に、ミラー艦隊。では、また時間を進めていきます。ケリム星系はもう同盟軍が次から次へと艦隊を繰り出してきている形ですかね。クラーゼン、アイゼナッハ、ミタマヤ、ラインハルト、ちょっと艦隊の数は欲しいな。オフレッサーがケリムの防衛司令官につきましたね。ちょっと元気な艦隊もケリムに集めたいな。そうすると、レンネンはどうなってる？レンネンちょっと消耗してるのか。ケンプ。さらに、元気な艦隊。レンネン以外だとゼークとシュトックアウゼン。シャフトとかいらないからな。何？連年カンプが元帥に昇進しやがった。やるな。ケスラーとかルッツとかって今どこいるんだろうね。そもそもちょっとルッツがどこにいるか確認しますか。ルッツは第14艦隊の爆僚。14艦隊ってシュトックアウゼンの爆僚にルッツがいるのか。微妙だな。ルッツとかは艦隊の司令官にね、なってほしかったなという気はしますけど。さあ、ケリム星系の艦隊の数ですが、今6個艦隊が集結してますね。ここにミラーが到着したら
一気に攻勢に出ましょうか。いや、パランティア星系とかさ、もうケリングから戻るのなんてバカバカしいからやめましょう。ここはムッケンベルガード作戦意図を覆していく。で、艦隊出撃で言うと、ケリム星系に、アイゼナッハラ、インハルト、ミュッケンベルガー、ミュッケンベルガーを解除して、代わりにミラー。で、ミッターマイヤーがどっか行っちゃったから、ミッターマイヤーをもう一度呼び寄せましょう。で、今ミラーがどこまで来てるかというと、ケルムに来たということですね。では、いよいよ、軍事作戦を発動していきましょう。バーラと、ハイネ戦へ、進行。うわ、拒否されたよ。提案工作。で、艦隊出撃。うん。軍事作戦ですね。まずはケリム星系に艦隊を集結させます。ちょっと待ってね。今シャムシードにはミッターマイヤーとケンプを呼び寄せればいいね。じゃあバーラトに5個艦隊しか出さないの ?7 個艦隊出そうよ、そこは。さあ、バーラトだ。ここで敵の艦隊がどれくらい出るかだな。まずは一旦全軍退却しましょう。で、ケリム星系に艦隊が集まったので、これで、軍事作戦艦隊出撃バーラトに艦隊を送り込みます。さあ、これで7個艦隊が入った形ですね。ラインハルトは総指揮官。では進めていきます。さあ、敵の艦隊も出てますね。これは敵の艦隊、
確認していきましょう。ロボス。ここは壊滅させにかかろう。ミッターマイヤーもやっぱり多少消耗はしてるな。さあ、ロボス艦隊は壊滅させましたので、ここは占領作戦に戻ります。では次の惑星へと向かいましょう。次はどこに向かうんだ？ハイネ線に向かうんだな、みんなは。我々もハイネ線への占領作戦の方がいいかな。何？敵の艦隊だ。これさ、敵の艦隊どこに向かうんだ。よし、艦隊戦に持ち込んだ。パエッタだな。まあ、ただここもパエッタは前後から攻撃される形になるので、いや、まさに惑星、同盟同盟軍ですね。艦隊壊滅するわこれ。ラインハルト、ミッターマイヤーあたりに真後ろから攻撃を受けてますからね、パエッタは。もうミラーがちょっと艦隊の意識がね、落ちてきている感はあるので、ここはうまく使っていきましょう。アルテミスの首飾りを食らってるな、今。これはあんまり良くない状態だな。ハイネ戦を。なんとか占領したいな。ハイネ戦の防御力は2000か。これだったらなんとかなるんじゃないか。
いや、それにしてもだいぶ防御力奪われるな。よし、最後は無差別爆撃で範囲で線を破壊しましたけど、これはもう一回必要だな。艦隊出撃、ちょっと待ってね。今ケリムに誰いる？オリエンタルアイデナハレネンケンプ、うん、彼らを動かしましょう。占領、無差別爆撃。違う、ハイネセンを取ったから次だね。いやー、長かったな。次誰でやろうかなって、もうね、勝った気で言いますけど、やっぱ、銀河伝説 4EX は、もう展開がカオスなんで、本当にやってて面白かったですね。IF シナリオの IF 感がすごかったので。それにしても他の艦隊はどこに行ったんだろうね。惑星の、惑星じゃない。同盟の。よし、最後はアイゼンハが政権を制圧。
はい、というわけで銀河遊伝説 4EX ミュラーでのプレイご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。銀河遊伝説はね、大金を与えて、手に入れたというのもありますし、まあ、そもそも面白いのでね、ちょっとまた続きはいろいろとやっていきたいなというふうに思っています。ちなみにこの後ね、どのキャラクターでプレイするかというのもね、しっかり考えながら次のね、プレイに備えていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、また次回、プレイの方をご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。